しまった。ごめんなさい。お腹すいた。ちょっとさ、本当に暇すぎてショールームたくさんやりたくなっちゃう。こんばんまこ。ぷんぽん村さんこんばんまこ。鈴木さんこんばんは。たけりやさんこんばんまこ。今日2回目だね。そうです。ゾンビさん2度目まこ。ゆめつからさんこんばんは。2回配信もそうだよ。たけりやさんかわいいありがとうございまこ。げんじゃさんハートありがとうございまこ。たかぴーさんかわいいありがとうございまこ。斉藤さん、ゆうきのめがねさん、三色団子ありがとうございまこ。そう、今日2度目なんだけど、ほんとさ、夜ご飯さえも配信しようかなみたいな。そう、ブロッコリー配信、あのね、お腹空いたので食べたいと思います。今日はちょっと、今日っていうかご飯を食べているからコメント披露率はお昼よりもちょっと下がっちゃうと思うんだけど、ぜひ一緒に お昼じゃない一緒に夜ご飯食べれたらなと思います。ちょっと今日はね、質素な夜ご飯でございます。あの、今日は初回の夜ご飯はちょっとあんま綺麗な感じのおしゃれなご飯ではないんですけど、ちょっとこれからはいつかは綺麗なご飯ができるようにと思います。人に見せられるようなご飯を作れるように頑張りまこ。はい、初回の夜ご飯、初回まで食べるな。またいつか、またね、いつかもご飯配信したいなって思います。あの、まずお皿にあるのはさっき茹でたブロッコリーと、ああラスイチの茹でて、あの前に茹でといてた卵です。卵ね、あの縦にさ切るとポロポロって黄身出てくるのが嫌だから真っ二つに切りました。真っ二つ？横に切りました。はい、見えないけど卵が動いちゃうって感じ。あのね、前にお好み焼き、おからお好み焼き作った時に、あのできてしまった謎の入り卵キャベツみたいな。そう、自分で茹でたの、自分で茹でました。今日は人に見せられないご飯、見せられるっちゃ見せられる。これ入り卵キャベツになっちゃったの、前におからお好み焼き作った時に1度目失敗して、2度目は、まあ、ちょっと焦げたけどちゃんと形になって成功したんですけど、1回目はこう、もうなんかちょっと見た目があんま今綺麗じゃなくなっちゃった。入り卵キャベツになってしまったの。そう、まあ美味しいんですよ、これはこれで。普通に入り卵をキャベツとウインナー炒めたやつって感じで普通に美味しいになっちゃった。そう、山穂さん、ごさん、ハートありがとうございまこ。たかぴーさん、馬ありがとうございまこ。コロスケさん、やましーさん、ハートありがとうございまこ。あ、みんな三色団子ありがとうございまこ。白ご飯はどこに、今日ないです。夜あんまご飯、お米食べない。思ったより見た目しちゃった。よかった。ひどい状態じゃなくてよかった。ちょっとこれね、綺麗に見えるか見えないかは人それぞれなんだけど。そう、あ、炭水化物避けるって言っても、でも今日買っちゃったの。あの、おは桜見てて近くに、ちょっと食べちゃったんだけどさ。そう、近くにチーズハットとか売ってて、あのミニストップがあって、で、買っちゃったんだけど、人が思ったよりいて全然食べれなかったので、お家でみんなと食べようと思います。はい。この見た目何って感じじゃない？やばくないこれ。はい。そう、まあチーズハットク食べたら映えかなみたいな。そう、油きつくない？え、わかんない。一本食べれるか分かんないけど、まあ一口ないってことなので多分食べれます。一口かじってあります。丁寧な夜ご飯、適当な夕飯。今日はあんまり丁寧じゃないです。明日、あのサラダチキンは切ってあるので明日食べたいと思います。あとリンゴも明日切るので食べたいと思います。で、夜にあの鍋っていうのかな、スープかなんか作りたいと思います。リンゴは皮むくだけ。
そう、レンチンしましたが冷めたかな、わかんない、ね、チーズハットクってさ砂糖かけるよね。じゃあ食べましょう。そう、もう冷えてる。いや結構さっき温めたんだけど、まあいっか、どうだろう、湯気出てないからね。まあ、先にブロッコリー食べようかな、ね、ブロッコリー塩茹でしたんだけど、塩ちょっと少なくしすぎちゃってあんまり味しなかったんで、味するけどあのちょっとだけかけます。ゆで卵にも塩かける。はい。何このご飯って感じじゃない、変なの。まああんまり気にしないでください。変なのは食後なの？食後なんですか？私は今から食べます。はい、ではいただきます。出てのシワとシワを合わせて、ナムじゃないわ、いただきます。ブロッコリーラップで包んでレンチンなの？私は塩茹でする派です。ブロッコリーって手で食べますか、箸で食べますか、フォークで食べますか？私今までよくあの手でひょいって取っておやつみたいに食べちゃってたんですけど、箸で食べます。主食はどれ？え、なんだろうね。ブロッコリー？チーズドッグ？お米はないです今日。いただきます。ちょっとさ映んないのが悲しいよね。よいしょ、すりません。肝心な食べ物が映んないっていうのが悲しいんだけど、いただきます。こうお箸の持ち方正しいですか？心配、なんか違うよとか言われたら悲しい。いただきます。うんふん。よかった。正しくてよかった。お箸は右なんだ。そうなの、お箸右なんだよね。ペンは左なんだけど、美味しい。茹で加減バッチリバッチリ。ちょっと硬かったかなって思ったけど全然柔らかかった。そういえば今日ね色鉛筆買った、100均で。だから明日はあの色塗りしようかな、このあれ、このウニヤバを。ブロッコリーさでかくないこれ。でかいですねこれは。ブロッコリー食べにくい。うんふん。右だと違和感なさすぎて気がつかなかった。本当そう、右なんです箸だけ。なぜか本当にしつけられたとかそういうのじゃなくて、なぜか勝手にバラバラ。お、今度は大橋巨泉さん、マコみたいな、大橋巨泉マコって書いてあるんだけど、巨泉さんの名前使うんじゃないよ。ハート100個ありがとうございます。あれ、私の分は残して。ブロッコリーはいっぱい残ってるよ。ゆで卵も4つあります。ブロッコリー食べてから、野菜を食べてから食べましょうみたいな。はい。うん、箸でかいよ。うん、普通の木の箸だよ。うん、いや、ブロッコリーはまだ1個残しといてるって感じ。このなんか炒り卵化した入り卵キャベツ炒めになってしまった、ん？入り卵キャベツになってしまった
やつもちゃんと食べないと、今日までぐらいに食べ終わらせないとちょっとね腐っちゃうから今日まで食べようと思います。いり卵キャベツ食べてるの見られるの嫌だなこれ配信外で食べるべきかな。うんふんうんふん、孤独のグルメしないの？孤独のグルメでも心の中で感想を言うでしょ、だからねえ、孤独、あ、今ね意外と美味しくてびっくりしちゃった。なんか昨日食べた時より美味しくなってる気がする。なんで失敗したやつなんだけど美味しい。ねえ、ちゃんとキャベツが甘くて、おからパウダーがちょっと甘いのかな。おから蒸しパンってそう結構ちょっと甘いじゃない、だから美味しいのかな、ちょっと甘い。うんふん味が染み込んだのかなうんふん、うん、どうやって作るの？これはおからお好み焼きを作る過程で失敗すると出来上がりますそう、なんだこれは卵におからパウダーを大さじ3入れて、水を入れてキャベツを入れて混ぜて焼くつもりが、これ絶対固まんないなと思って卵1個かけたんですよ。1個半か、卵の半分をかけたんですよで炒めたら多分できるんだと思う。私はもう、あ、これひっくり返せない、これ死んだと思ったからもう炒めましたそう、もうね、これちょっと冷めてるかな、チーズドッグ温めよう、もう一回温めてきていい何回温めたの、行ってきます。さ、コンビニのやつってさ、なんね、もういいのかな、秒で温まるから困っちゃう。え、15秒温めてきた、結構熱い、食べれるかな、私2度目の白いかな、ピー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 、15秒やっといた、ね、ちょっと砂糖かけたい、なんかチーズハットクって砂糖かけじゃん、でも全部にかけたらさ、ちょっと甘すぎっていうかかけすぎだと思う、一部分だけかけますねあ、チーズハットクって美味しいよね、やっぱ食べたくなっちゃう、ね、ブロッコリーとキャベツ食べててすごい健康的かと思いきやチーズドッグあるっていう、はい、ちょびっとだけかけました、甘すぎない、全然甘くないと思う、甘じょっぱいみたいな。お家のケチャップ使いますコンビニのやつさ、半分マスタードかかってて嫌なのよね、そう、ケチャップ、自宅のな、これさ、あれが出ちゃうの、なんか透明の液体が出てきてしまう、あの、大丈夫だった、あ、白い服怖いね、これ危険だわ、はい、チーズ伸びるかな、伸びてほしいんだけど、伸びることを願う、はい、あ、すごい映えって感じですねミニストップです、ごめんなさい、セブンじゃなくて、いただきます、じゃあ、うん。
そうなのよね。いただきます。あれ伸びなかったよ。なんで？伸びてくれよ。なんで？ねえ。2回温めちゃったからかな。うん。でも次は伸びそう。結構でかいですね。一口食べたけど。はい。もう終わっちゃった。伸びませんでした。結構半分ぐらいソーセージなんですね。もうチーズ終わっちゃったよ。一口目を食べちゃったからいけないのかな。ね。我慢すればよかったのに。もう。チーズ半分ぐらいで終わってしまった。ダンちゃんハートありがとうございます。ねえ伸びなかった。伸びない、伸びない。チーズドッグでした。そう、ガンバレットさんハートありがとうございます。タカピーさんアイスありがとうございます。タケリアさんぐっちゃん馬ありがとうございます。今日ちょっと全部ギフト見れないかもしれんな。ね、伸びるの期待したのにごめんね。私も期待したんだけどな。文句言いに行くって怖いわ。怖い。近所にミニストップなくて寝てる。私もそんな近所にはないんだけど、1万歩歩いて行きましょう。おつまこちゃんの人気が伸びるから問題ないこと。めっちゃいいこと言うね、ありがとう。チャリで買いに行ったらどうですか。食べたらお風呂入ったつもりですか。そう、食べたら食器洗ってお風呂に入ってあつ盛りして寝ます。ふうはなむぎょねさん風呂敷ありがとうございます。いやーねえ伸びませんね。専業主婦まこ。専業主婦まこです。専業主婦です。本当？フォローの増加数9期の中で2位だったって。え、本当に2位？やばい、すごいね。本当ですか？嬉しい。どうやって知るの？どこで？ねえ。え、すごい、ありがとう。1位は誰なんでしょうね。え、2位ってすごいね。だって9期ってたくさんいる中で。やっぱ毎日配信はでかかったですね。だって2ヶ月目で、毎日配信始めてから1000人ぐらい増えたので。すごい。素晴らしい。
1位がフィリピン。ああ確かにすごいコツコツ頑張ってか、ありがとう。美味しいこれ。うん、そう、チーズは伸びないけどおつまくは伸びるって思ってくださいありがとう、頑張りまこ、ありがとう。そう、なんかね、ショールームってすごいね、コツコツ頑張ってるとだんだん増えてきて、頑張りがいがとてもありますね。今からでも子さんアピいけますか。うん、でもまだ朝配信じゃない、毎日配信始めて2ヶ月しか経ってないから、毎日配信まだ初心者なんでそう、いけると思う子さんアピうん、本当2ヶ月で700人増えてるって、マジか、え、すごいね、嬉しい。自分はウニ新規です。お、ありがとうウニ新規、ちょっとね最近はウニちゃんいなくて、今の時期ちょっと東京はね、なかなか帰れないなと思って、なかなかウニ配信ちょっと最近できないんですけど、それでも見てくれて嬉しいです、ありがとうございます。ってことは100日記念の時、あ、100日配信の時には1位になるんだよ。100日配信でググッと、どこかでググッとフォロワー数が増えたら1位になれるかもしれないね、確かにでも1位と2位との差がすごかったらね、どうでしょうイエーイ、おつまこはあたいが育てたおつたんさん新規も、おつたんさん何気に古いですよ、いるんじゃない、おつたんさん新規ね、え、いや、クリップ安定してないか、どういうことクリップって、これかな。そういえばキッチンで配信できること判明したんですけど、挟めたんですよ棚に、だけどねちょっとなんかどうしようって迷い中ですね、やるかなんかキッチンで、でも壁ドアとか、あのドアっていうかお風呂場のドア映っちゃうと不安だなと思ってやめますってやろうか迷ってますね。オムライス配信できますか。え、でもお部屋映っちゃうの嫌じゃない。そう、お部屋、え、壁なんですけど、壁って映っても大丈夫かなってね。え、ついにオムライスね、ついにオムライス、うんうん、肉じゃががいい、すごい難易度高い
唐揚げじゃないよこれ結構唐揚げって勘違いしている方多いんだけど、チーズドッグです。コンビニの鍋焼きうどんでもいいやで。鍋焼きうどんってどうやって作るんだろう。作ったことないな。でもああいうお鍋の、ああいうお鍋ないんだよね。フライパンみたいなお鍋しか持ってない。うん、カレーで我慢します。カレーいいね。カレーってでも時間かかるイメージ。煮込むのが時間かかるのかな。ブリ大根、ブリ大根食べたことないねえ。オムライスいいですよね。お風呂場は映んないんだけど、扉が映るとただの茶色い扉なんですけど、うち量産型って感じだから大丈夫かなって思うけど、怖いから迷ってますね。キッチンそう、画角量産型のキッチンも量産、でもキッチン細かく映さない方でいきたいなって思いますチャーハン、餃子、土鍋猫見せて。猫いない、今実家に猫がいますので。お料理配信みたいね。お料理配信めっちゃしたい。すごいね、全然普通にカメラ置けたんだけど、ね、心配なのであんまできないっていう。すごいゆっくりご飯食べてるねゆで卵食べます。こちらゆで卵でございます。わー、包丁で切った卵いや噛んだらさ、口に黄身がくっついてきちゃってはみ出たわけじゃないのよ。カセットコーナーでお部屋で作るのね。カセットコーナー持ってないんですよね。ホットプレート買おうか検討中です。カセットコーナーちょっとね、ママに心配って言われたので、カセットコーナー無理です皮むき上達した、リンゴの。いや、あれからまだ切ってなくて、明日リンゴの皮むくので、明日やって上達してたら上達してるって感じですね。うん、うん、うん、ゆで卵大好き。え、すごい美味しい、ゆで卵。そう、ガチで爆発するから怖い。そう、マジでガス、なんだっけ、ガスコンロは本当に怖くない。カセットコンロかね。 CD 大好きさん、クマありがとうございます。お箸を置いて、クマありがとうございます。つまこ一人ラーメンは、ラーメンはね、あんまお店の食べに行かない派ですね。自宅で作って食べる派ですそう、うん箸置きます、大箸だけに違うよ箸の感じが。ラメージさん、ハートありがとうございます。ネマさん、かわいい、ありがとうございます。タケリアさん、尊い、ありがとうございます。ウユリさん、三色団子、ありがとうございます。口の色なさすぎん、ご飯食べてるから仕方ないけど恥ずかしいね。タカピーさん、フーワのメガネさん、三色団子、ありがとうございます。東京ヘルピピーさん、馬、ありがとうございます。ゲンチャさん、ハートありがとうございます。しんのすけさん、三色団子、ありがとうございます。ラーメンさんになったの子、あれ、ラーメンおじさんって言わなかったっけ今日口にてかってない、落ちたからね、ご飯食べてる。料理できる人ってすごいね、ほんと料理できる人尊敬が、もこも料理できるようになりたいと思うのでちょっとね、頑張りますね。そう、うん、
今日はおつまかのブチギレないんですか。確かに今日はあんまブチギレないね。よかった。そうブロッコリーでか。うん。まこちゃんは料理できる方？でも練習すればきっと多分うまくなれる方だと思います。でもまだまだ初心者ですね。でかっ。うん、ブロッコリー何もつけないの？塩ついてます。うん、うん、うん、今日のブロッコリー美味しい。なんかいい感じ。なんかね、塩だけなんですけど、ブロッコリーは塩派ですね。キューキで誰が料理一番うまいってコメントがよく来るんだけど、誰なんだろう。料理アピールしてるのあんまいない気がする。でもユッチがうまいんじゃないかっていうコメントって確かになって思いました。あと誰だろう。なんかでもキャノンティーとか自炊してそうなイメージある。うん、なんか前ホットケーキ作ってなかったっけ。ホットケーキ私も作れるけど、ホットケーキはでもなんかちゃんと自炊してそうなイメージがある。うん、でも姫たん何気になんか餃子とか作ってなかった。みんな普通にできるんじゃないかってね。え、自分野菜にはドレッシング一切かけない派。マジドレッシングかけない派なんだ。私もブロッコリーはかけなくていい派なんですけど、キャベツとかレタスとか、うん、かけちゃうかも。カリフラワーもし、カリフラワーあんま食べないな。ねえ、どうだか。ユッチうまい、やっぱユッチうまい。うん、